最初はグーじゃんけんぽん。はい、こうでしょ。お手かよ。はい。うっす。ザルベルグメトバリです。どういうデッキよ。まあ、ガチロボとかじゃないからね。大丈夫。了解。安心してください。こっちだな。なるほど。血統者埋めて、はい、メンデルスゾーン。はい。やろう。いやー、やめて。なあ、危ない危ない危ない。オッケーオッケー。全然いい、全然いい。はい。終わり。よいしょ。よいしょ。ああ、やば。いやー、一一。ああ、やばい。終わりです。じゃあいい。そんな、ごまなしかないよ。ガキ。ガキやん。うん。回収。はい。いって。終わり。いや、終わった。さよならです。終わった。残念。この人取り替えてないよ。入ってるけど。船。よし。無限の可能性よ。ビルヘルムかな、せいぜい。ボスで止まるよな。いや、でんよ。うん、入ってないもん。ダノスか。ダノスだな。ダノスがやばいな。ダノスだな。いや、ないない。2枚そこに見えてるもん。ああ、選べる。別にいい。メンデル成功してれば。あぶねえ。最初はグーじゃんけんぽん。あいこじゃない。あいこじゃないよ。お、ハンド強っ。ちなみに俺はそんなに強くない。終わり。緑。ああ、一応緑。はい。成功前提でここ。いや、無理よ。成功前提。いや、無理無理。ああ。終わり。1ブースない。ああ、やべえ。ゴミ事故っとる。ゴミ事故るって。嫌だな、その動詞。やばいな、これは。ちょっと、まずいっす。終わり。いいんすか？いや、もう、ないもん。終わりです。ふっ！なあ。エンド！来た。とりあえず、一回投げれるわ。落ち着いてね。よし。ちょっと冷静になるわ。こっちにしとこう。はい、いいよ。いや、待って、冷静になったらこっちかもしれん。めちゃめちゃ冷静じゃん。はい。なるほど。来ました、来ました。来ました来ました。ザルベル。ダいや緑か。冷静に、まあ、緑だな。冷静に緑だな。終わりです。来た。ふっ。緑埋めるか。来た。ほら。いやもう一回ザルベルグ頼む。普通にビルヘルムとかの方が嫌だけどこれは。確かにね。ふっふっ。あ打ち合わせしたみたいになってる。終わりです。そう、マジかよ。時代が来た。終わり。来た。緑マナ全部打ち抜いた。7マナあるから、ドラゴンシッターじゃん。うえぇ。ごめん、表向きにしてドラゴン出します。あーあー、すごいすごい。ああ、なんか変なオル。ギガンデなのっすかな。いや、本当に？うん。出して、シャッフルして、じゃあ、タンシロジ破壊されます。終わりです。うわ、次死ぬし。滝崎のこと考えて緑埋めとこう。はい、ドロー。揺らさなかった。終わりです。なるほどね。ダンテナロス普通に出した方が強そうだけど、それ。いやでもこの面よ。返せるんこれ。この面よって見た。反動なくなるよ。え、召喚な。召喚じゃないのこれ。え、ギャラクシー出た時だよ。そうだよ。え、ちょっと待って。出た時に手札全部マナに送るよ。え、ほんますか。そうだよ。さよなら。そう、俺召喚だと思ってたそれ。終わり。ドロー。イエーなんでもありや。はい、これメテオバーンでこれ捨てるのエモくない？ドラゴンな。これドラゴンよ。ほんとだ。でアタック時に3枚メテオバーンして3枚表向きにします。はい。おじゃあザールベルグで。まあ緑じゃないですか。いいんじゃないでしょうか。あ、まあ緑あと2枚あった。まあ白だな。白だな、確かに。はい、3点ごめん。これを2回選べばこいつは死ぬ。これ殴れないから。5点です。やりたいな。ダメだ。最強デッキ最初はグーじゃんけんぽん。うわ、終わり。一生パー出すと思っとった。俺もそう思ってたわ。どういうこと？あ、メンデルソン引けんくなった。よし、終わりだ。終わりです。終わり。何層見るか。決闘者。はい、よいしょ。終わりです。無人黒以外。終わり。決闘者。はい、よいしょ。終わりです。なるほど。終わり。話が違うぜ、ボーイ。ボーイやよ。しかも俺全然ザルベルク見てないんだよな、まだ。
カサマしよう。あ、え、終わり。でまだ増えたぞ俺。あ、まあいいや、埋めよう。ドラグシュートチャージャー。よいしょ。あ、弱い。いや、強い。強い。終わった。雷蔵あるな。いや、なんでなんすかな。はい。で、これ実はスピードダッカー持ってるんですよ。ドゥシ。終わりです。なるほど。ハンド 1? 1。終わり。なるほど。はい。なあ。終わりです。あー、むちゃくちゃ。終わり。うわぁ、うざ。ミステリーキューブ。はい。何出そっかなぁ。ミステリーキューブだな。はい、どうぞ。やめて。うん。弱くね。よーし、よしよし。ミステリーキューブより弱い。選ばないです。はい。3点、3点。3点ね。なしじゃない。なしじゃない？なしじゃないけど、なしだな。終わり。モモキング引かないでね。で、減らしとくか。でもよくね、減らさなくて。これ、取られない限り、モモキングトップで勝ちだよ。確かに。いや、違う。あ、そっか。そう、そうだわ。これ、こうやったらこうだもんね。で、こうだもんね。そう。エンド。そうなんよ。あ、弱っ。終わった。強いよ。何回見ても強かったわ。めんどくすの。はい。7マナ。はい。7マナ？手頃。強いじゃん。アタック。雷蔵やな。うん。はい。終わりです。ヘッドル終わり。来た。いらねえ。いけ。はい。だーすごい。アタック続き3枚メトロバンします。はい。よいしょ。はい。弱い。強い。強い。強い。じゃあベラサンタ効果で破壊して、はい、ザラベル出します。はい。出す。ギガンデランス出す。はい。で3点。お何の意味があるかわからんけど一応やっとくわ。了解。全タップのこれ強制破壊でしょ。でガキどうぞ。これジャオーガーがやべえのか。うん。はい。終わりです。ふん。強え、やっぱビオラサンタ最強だわ。はい、というわけで何ですかこれ。デアリーザールベルグです。あ、ここなの。これではないんだ。そうですね。うん。昔から僕このデッキ使ってて実は。うん。なんかその公認大会とかでね。はいはい。で来たんすよ。強化がついにやってきた。なんでまあ動画にしようってことで、ドラグストチャージャーで踏み倒して相手の手札借り取るじゃないですか、うん、でターン返ってくるじゃないですか、うん、でこれで墓地いるんですよこれが、うん、からまあ出せるよっていう。ああ、不思議バスで。そうそうそう。あとビオレでも出るんだよね。そうそう、そうからまあ相性いいかなと思って入れました。なるほどね。結果は強かったっすね、うんうんうん、普通に。確かにね。そうだね、ミステリーキューブからダマすだけで普通に強いもんな。そうなんですよ。だからさ、一応デメリットあげるならこいつマナいくじゃん、うん、だ大体相手のマナさ7、8マナいくやん。そうなんだよ。なんかでしょ、かみ合ってないんだよ。そう、なんかでしょられるんだよな。うん、そう。しかも、ね、こっから出されると。そうそうそう。だもしかしたら、うん、まあ4まではいらないっていう説はある。まあそうね。その場合は何入れんだこれ。わかんない。まあ、だから初動枠じゃない。なんか、まあ、確かにこれ増やしてもいいし、うん、普通にね。あの、あれでもいい。バルガドライバーとか。ああ、シャブカードね。そう、シャブカード全然いい。確かに赤、そうね、赤あってもいいかもね。うん、そんな感じです。これまあ一応各種買うとですよ。だ初動、初動でしょ。うん。で、これはこれの理由あんの？赤タンマナっすよ。ああ、そういう意味。メンデルスゾーンをこれ一旦目、これ埋めた時に、うん、メンデルスゾーン打てないんですよ。ああ、全然。で、これを埋めるんだ。そう。でもこれ埋めちゃうと先結構ないよね。まあこれ見えた時に多分これ打つでしょみたいな。うん、うん、確かにね。そうそうそう。でもこれ見えてなくても打つでしょ、どうせ。打つ、打つやつ。どうせ打つや。やっぱなんかもうちょい初動欲しいな。そうなるとあれも強いっす。ストンビングビード。ああ、あれ上に固定できるんで、あれ、ああ、あれ強いじゃん。あれ打ってバルガライズを出すとかあるんで。これ多分8じゃ足んねえな。だってこれ置いてこれ打つ前提だからさ、中盤が少ねえもん。そうそう、それ初動10しかないんだよね。うん。10だけど多分実質6よ多分これ。大体雰囲気。雰囲気これ置くもん。もう置くからな。だからまあ多分ここが削れてね、そのストンピングリードだとかシャラップだとかに変わってくるのかな、うん、で、シャラップですね。まあメタカード兼マナ加速枠上も強いんですよね、このキャラ。そうね、このキャラ前は強いね。キューブから出てきて全然強いもんな、うん、5で打って出るってことはアタックしたら7になるから、これのね、うん、強いね。で、ドラグシュートチャージャー、まあ何でも出せるよってカードですね。で、バルガライズを、まあ、フィニッシュ札。でもなんかさ、違和感あんなと思ったらさ、せっかくワールドブレイクできるのに3点から殴るとこなんだよな。確かに。これなんかね、ちょっとこっち視点結構違和感あったわ、これは。俺も違和感あった。うん。で、まあ、マナ破壊、マナと盤面破壊、剣、マナ、色、うん、色ですね。そうそうそう。で、ビオラソナタがこれは、これから、はい、これ出るじゃないですか。で、2マナランデスして、うん、あと動けなくなるじゃないですか。うん、で、ターン返ってきて、次9マナなんで、これチャージャーなんで。うん、でこれ出して、相手の場面処理ながらこれまた出てくる。なるほどね。そう、そういうデッキなんですよ。あ、そういう、それが目的だったのね。そうっす。なるほどね。
これさ、ビオラソンと言ってるけど、あれ入んないの？あの、肋骨のやつ。踊りニードル。あ、踊る、そう、踊りニードルね、いいよね、あれ。まあ、受け札入れるなら踊りニードル。受け札入れたら、入れるよかったのに。いや、でも嫌じゃない？確かに。なんか、ね、なんか踊りニードル入ってる時弱そうだもんな。そうそう、わかる。見た目がね。レダーの座って、まあ、ベルギヌス、オニオレンダーね。なんか直感だけど、あれ、なんかこれさ、うん、いらなくね？ぶっちゃけ。いや、わかるんよ。これから打ったら強いって。あ、そうそう。でも、すでに4あるやん。うん、そうなん、別にいらんよ、これ多分。でも1枚枠余っててさ、まあこれか、初動だな、うん、初動だと思います。初動でいいわ、うん。で、オニワルヘッドですね。はい、はい、というわけでシャムデッキやねちょっとフリーで使うには高いかな、あそこが。あ、まあ確かに、うん、ちょっとこれだけあの拾ってくださいオリパで当てよう。そう、これはオリパで当てようか。はい、というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。これそろそろデュープレ入るよね、多分。さすがにちょっと期待で、うん、はい。